ただいま久保田プロ準備中です。今何してるんですか？グリップロックのテープ変えようと思って。あー、グリップロックの、はい、ちょっと触ってます。人によって合う合わないがあるんで、ちょっと難しいですけどね。そして ABS のテープを今までこのマスターのザラザラのテープ使ってたんですけど、ちょっとあまりにも抜けにくいんで、ちょっとこっちのサラサラした方を貼って投げてみようかなと思ってたところです。投げてみます、これで。はい、カバンの中とかちょっと見てもいい？大丈夫ですか？めっちゃ汚いですけどいいですか？ますか？そう、みんなそのリアルなところを知りたいんですよ。あとボール拭きと、ボール拭き、ちょっと作ってもらったやつなんですけど、ボール拭きと、あ、まあ、ここはボールペン黒と赤と、これハサミ1本なくしても大丈夫なように2本と、あのピンセットも1本なくしてもいいように2本と、なるほど、あと爪切りですねが入ってます。でこれはパフボールが中に入ってます。あとはアームスリーブ、腕につけるやつと、あとメカ。でこれは剥がしたテープをここに一時保存用で置いてます。こんな感じで貼ってます。これは親指のテープ、これは滑り止めですね、ハンドドラインと、あと検量書、検量書とジュース買えるように小銭、あ、小銭結構入れてる人多いですよね。ちょっとこれマスターのテープの袋に入れて、確かに便利です。その女子力が全然ないんですけどこれとミンティア、で接着剤、あとこれはスタッフの中村佳代ちゃんって子が仲良しでいるんですけど、その子が書いてくれたコーペンちゃんをお守り代わりに入れてます。あとはサムのテープ、フィンガーのテープ、これちょっと足首すぐ捻挫するんで足首のサポーターで、ボールベース、でこれがスキンパッチもちょっと固まってます。うん、うん、ちょっとやばいね。ちょっとこれもうそろそろ捨てないといけないんですけど、まだ動いてるんで大丈夫だと思います。あとこの腕のファイテンのテープと、ファイテンじゃないテープ、でこれはニベアのリップいっぱい入ってますね。ちょっとめっちゃ入ってます。でこれはスライドパーツ、ちっちゃいやつ、はい、くり抜きのやつと、あとはマッサージボールです。おなんかこう肩めっちゃ痛いので、それゴロゴロしてます。以上です。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、大西プロが、今準備してます。はい、それは 何巻いてるんですか？これはもうケアライトテープ巻いてます。ケアライト、うん、色はこだわりないです。はい、他にテープはどんな感じで巻いてるんですか？あとは親指にスキンパッチ2枚だけです。だけ、はい、じゃあ親指はテープ貼ってないんですね。親指はテープ貼らないです。ベロベロするのうっとうしいんで。ああ、なるほど。でもうそれでも当たるとこだけスキンパッチ貼って終わりみたいな、うん、そんな感じです。はい、ありがとうございました。